はい、皆さん。こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日こリスです。えー、今日はですね、1期と2期があったと思われるおまけ。こちらを紹介していきたいと思います。まあ、今はないってここに書いてあるんですけど、えー、まあ、ないと思いますね。で、ちょっと前提として、えー、同じ方は禁止です。えー、違う方でカウントします。 えダメな例としてバッタですね。どういうことを言ってるかっていうと、同じ方はダメなんですね。だ例えばですけど、えー、バッタの1期のおまけってこちらなんですね。こちらのテントウムシのシールなんですよ。で、2期のバッタっていうのは、どういう風になったかっていうとですね、こちらのウサギとカエルとカンガルー、こちらになったんですね。で、こちらは現在でも当たる、えー、バッタのおまけになっております。で、テントウムシのシールは出ない。 こういうのはダメなんですよ。同じ型じゃないですか。だからこういうのはダメです。で、違う型でカウント。だから全く別の型でできたおまけでカウントします。という話でございました。はい。じゃあこれ前提で。で、本題に入ります。で、えー、今回紹介する1期と2期があったおまけ。えー、1番目、キツツキですね。で、2番目がクラシックマ。 ええー、まあ、クラシック音楽を弾いてる、まあ、楽器を使ってるクマのおまけなんですけど、ねえまあクラシック音楽かどうかわかんないけどね。まあ、楽器使ってるクマのおまけ。で、3番がお座りクマ。まあ、なんかちょっと座ってるクマなんですけど、で、今から紹介するおまけ。こちら、すべて廃盤してるおまけになります。なので、うわあ毎日コリスさんが紹介してたから、うわぁ、キツツキ、欲しい。うわぁ、増えラムネ買いに行こうとか言って増えラムネ買っても絶対当たんないです。 うわ、クラシックマンめっちゃいいじゃん。俺、ちっちゃい時からピアノ習ってたし。まあ、ちょっとこう、なんか、バイオリンとかもやってたりして。もう、クラシック音楽大好きです。毎日こりさん。もう、あんまり冬ラメンのおまけ興味なかったけど、ちょっとこのおまけ欲しいんで、今からコンビニ買ってきます。当たらないです。すべて廃盤してるおまけなんで。それはちょっと、えー、ご注意ください。ということで、えー、一番のキツツキから紹介していきたいと思います。えー、キツツキですね。えー、こちらのおまけになりますね。 はい、こんな感じでございます。ねすごい。かわいいでしょ、これ。こちらなんですけど、えー、まあ、2種類バージョンがあるんですよ。まず、えー、こちらのですね、えー、透明のですね、こう、ラメが、えー、ある。この、ほら、キラキラしてるでしょで、シールなんですよ、目が。で、バネがめっちゃ長い。 で、えー、キャップがこういう向きについてます。で、これね、同じ形状なんですけど、え、色違いで、えー、この紫色のラーメン、えー、目のシール、で、バネ長い。で、キャップっていう感じでございますね。で、もう一種類がちょっと違うんですよ。バネがですね、ちょっとこう、見ていただければわかると思うんですけど、ちょっとですね、短くなってるんですよ。バネが。こんな感じで。で、キャップの向きが、 違うんですよ。こう、前向きになってるんですよね。これは、こう、体と逆でこう、なんか横になってるんですけど、体の進行方向と一緒の向きになってます。で、色が、キツツキの色がですね、ラメじゃなくて、普通のこう、あのー、単色なんですね。で、紫色ということで、えー、こちら、えー、1期と2気があったんじゃないかと思われる、えー、おまけでございます。はい。ちょっとなんかこう、仕切りみたいのがないとね、あのー、なんか、 見づらいですね。で、すいません。あの、次からちょっと、仕切りみたいなのを、ちょっとやってあげるんですけど、はい。まあ、何言ってるかわかんないと思うんで、ちょっと後々わかると思うんで、すいません。で、2番目、クラシックマ。こちら紹介していきたいと思います。仕切りってこういうことですね。はい。こういうことをしちゃうという話でございます。で、えクラシックマというのはですね、こんな感じの、え、楽器を持ってるクマのおまけを言いますね。こんな感じで、はい。あるんですけども、えー、まずですね、 まあなんかトランペットを弾いてるクマ、えまあなんか、えギターを弾いてるクマ、ええ、もうクラシック音楽じゃねえじゃんって感じなんだけど、で、タンバリンかなんか叩いてるクマ、で、あとこう太鼓を叩いてるクマなんですけど、大きさが違う。っていうので、どっちかが1期、で、どっちかが2期なんじゃないのかなと。この3種類は同じ大きさなんだけど、こう見ていただければわかると思うんですけど、大きさがまるで違うと。 大と小ですね。全然違うんですよ。全然違うでしょ。こっちの方が大きいと。でどっちかが1期で、どっちかが2期かという感じのことを言いたかったっていう話ですね。で、次ですね、こちら、お座りグマ。こちらを紹介していきたいなと思います。で、こちらね、お座りグマなんですけども、こんな感じでこう座ってるね、状態のクマを言いますね。こうやって、なんかちょっと座ってるみたいな感じでしょ。 でこちら座ってる感じのクマなんですけどもこちらねあのこのピンクのやつが2種類あってですねでこちらのオレンジと青のやつまあこれちょっと全然形状違うんですけどもこんな感じで頭にストラップがついてるやつと頭にストラップがついてないあと目の大きさとかねえまあ鼻の大きさ等も違うまあ下のこの穴の大きさもね こう全然違うんですけど、これどっちかが1期でどっちかが2期なんじゃないのかなと予想しております。で、僕が立てた予想なんですけども、確証はないんですけどね、どっちが1期で、まあ、それの理由ですね。で、このキツ,ツキに関しては、僕ですね、あの、こっちのキツ,ツキが1期のキツ,ツキなんじゃないのかなと思っております。で、 これなんですけど、理由がですね、バネの長さとキャップの向きなんですよ。で、これじゃあどういうことを言ってるかっていうとですね、えー、バネの長さが長すぎるんですよ、こっちが。まあ、この僕がですね、キツスキに関しては、えー、っと、こっちが1期だと思ってるんですよ。で、えー、こっちの、えー、単色の方、ねで、バネが短い、こっちの方が2期だと思ってるんですよ。で、理由なんですけど、これ、1期ですね。 一気、まあ、これ、こう、キャップみたいな感じで付けられるんで、仮にこれ鉛筆だとして、こう、付けたとしましょう。そうするとですね、まず向きが、あの、違うんですよ。だから、向きが違うからこうなっちゃうんですよ。で、バネが長いと。で、こう、ちょっとつついてみると、全然つつけないんですね。バネが長すぎて。だから、こう、キツツキみたいに実際にこう、つつけないと。で、それに対して、あの、こう、二気のやつはですね、 あのこうくっつけた時に向きがこうしっかり合ってるでバネが短いがゆえにちょっと振った時にこう実際にこうキツツキみたいにつくことができるというだから改良されたんじゃないのかなって思ってこっちがこうちょっとダメだったから改良されてこう2機になっただからえこっちが1機でこっちが2機っていうふうに僕は予想してます そういう感じで、えー、バネの長さとキャップの向き。で、まあ、これ、1機と2機、えー、今予想したの、まあ、たい可能性的に90%ぐらいの確率で、まあ、ほぼほぼ合ってるんじゃないのかなと予想しています。で、2番目、このクラシックマに関してなんですけど、丸1に近い理由ですね。で先ほど、丸1のキツスキと、えー、理由が似てると話したんですけども、えー、こちらのクラシックマですね、えー、大きさを見ていただきたいんですけど、 こんな感じで小さいクラシックマと大きいクラシックマがあると。で、どっちが1機かっていうと、なんとなくですけどこっちが1機だと思うんですね。で、こっちの小さい方が2機で、1と同じ理由っていうのは、1のさ、キツツキってさ、あのさっき予想したの1機こっちがちょっとあの大きい方じゃん。で、2機で、こうこっちが小さい方。で、 あの、だから僕の中のイメージで1機の方が大きくて2機の方が小さくなるみたいなイメージがあるんですよ。で、結構そういうイメージがあるから、えー、今のクラシックマが、えー、この大きいのが、えー、1機、えー、小さいのが2機なんじゃないのかなと勝手に予想してます。まあ、ということで、こう、1のキツツキに近い、まあ、大きいのが えー、一気で小さいのが二機まあ、大から小。で、まあ、これはちょっと確率的にまあ、ま、50%ぐらいですかね。はい。で、3番のこのお座りグマなんですけど、理由ですね。どっちが一機かどっちが二機か。まあ、あまり見かけないという感じですね。でお座りグマ、あの、僕がね、ネットとかね、あのー、まあ、で見かけるのはこっちなんですよ。圧倒的にこっちなんですよ。で、こっちっていうのはね、見たことないんですね。ほぼほぼ。 で、僕の中のイメージで、やっぱり1期のおまけって、あのー、なかなか見かけない。で、2期の方がね、数が多い気がするんだよね。俺の中で。だから、あんまり見かけないこっちが1期。で、まあ、よく見かけるこっちが2期なんじゃないのかなと予想立てました。まあ、ということで、あんまり見かけない。まあ、これが60%という、えー、確率。 ですね。で、懸念点なんですけど、まぁ、あ、ちょっと心配、えー、してる点が、2と3に関してですね。このクラシックマとお座りグマに関してなんですけど、えー、これ懸念点、あ、えー、げます。えー、2番、えー、クラシックマは、ただ、でかいだけで、これ同じ種類なんじゃないのかなと。まあこんな感じで、えー、まあなんか、これ作った、まあ、造形師の方の事情によると思うんですけど、この、 ギター持ってるやつ、えタンバリン叩いてるやつ、えまあ、トランペット吹いてるやつ、こっちの、なんか熊は作りやすかったけど、なぜか、この、ちょっと小太鼓みたいな、叩いてる熊は、造形的にすごく作りづらかった。だから、これだけサイズを大きくした。っていう説です。だから、大きいから1機小さいから2機とか、そういう理由じゃなくて、そもそも、造形の難しさ的に、大きくせざるを得なかったっていう。だから、 えっと、ただ、でかいだけで、実は1期とか2期とかなくて、全部同じ種類なんじゃないのかなという、えー、話でございます。で、この3番の、えー、お座りグマ。えー、これはそもそも、フエラムネのおまけかという話なんですけども、こっちはですね、もう確実に、これはもうフエラムネのおまけなんですよ。ネットで、昔、このクマ、フエラムネのおまけで当てましたっていう情報を見たので、これは100%、 昔の笛ラムネのおまけになりますなんですけどそれに比べてこっちですねこれがそもそも笛ラムネのおまけなのかという話でございますよ笛ラムネのおまけって面白いんですけど元ネタと呼ばれるものがあるんですねで元ネタって呼ばれるものっていうのは笛ラムネのおまけに非常に似ていてですね他のお菓子のおまけだったりとか昭和の打玩具のことをいうものが あるんですよだからこの2種類青とオレンジのクマがもしかしたらフエラムネのおまけじゃなくてここのフエラムネのおまけこれだけフエラムネのおまけってそれの元になった元ネタの何か他のお菓子のおまけなんじゃないのかなという、えー、懸念点でございますさあ今回は1期と2期があったおまけ、えー、紹介しましたまあこう懸念点とかね、まあ、どっちが1期かどっちが2期かっていう理由も述べたりとかいろいろこう紹介したと思うんですけどフエラムネってこう奥が深いんですね 実際こう、おまけの元ネタになったものがあったりとか、えー、これ実際フェラムネのおまけなのとか、フェラムネのおまけにすごくそっくりなね、他のこう、なんか似たような玩具があったりとか、まだまだこう、まあ僕としても、えー、全然追求できてない。まだこう、どん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 こう、探求していかなきゃいけない部分があるんで、そこは非常に面白いんですけど、今回はこういう動画撮ってみました。えー、まあ何かね、ちょっとこう、 こういう動画作って欲しいみたいな、えー、リクエストあったらまあ作りたいと思ってます、えー。じゃあまあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。Twitter、インスタセカンドチャンネルやってます。詳しくは説明欄に記載してます。